生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。そんなこんなんで、ね、やめてよ、ちょっと臭いみたいな感じじゃねえから。それちょっと開けてみて、マキ。オッケー。グーやろ。グー。もう何やねん。あったな、そんな CM。まあ、何かというと、オイニーの問題よ。オイニーがツンキーの問題。いや、俺さ、まあ、昔、私たちが今一番再生数が伸びてる動画って何かし覚えてる？ああ、歯磨き。そう。あれがもうね、一番伸びてて、まさかあれがあんな伸びるとは俺思わんかったねんけど、外国人は大衆がきついんだけども、日本人は結構口臭の問題が多いんじゃないかなっていうようなことを取り扱ったのね、うん、でその原因はまあこういう理由があるんじゃないかっていうことで、まあちょっと考察をしたような動画だったんだけども、まあ多分外国人がこう日本人は口が臭いみたいなことを言ってる、そう、絵が多分ちょっとなんじゃこいつらみたいな、うぜえってなったから、うっさ、またこの外国人がまたさ白人様文化を持ってきて日本人もバカにしたような動画をアップしてるわ、確かに、うっさって言って多分再生して叩いてやろうっていう感じで、あったね、まああったんやけど、それもただ、まあ、多分その動画を見てくれた方は多くはなんかこう実際言ってたのってそういう内容ではなくて、うん、まあ、僕が動画にアップしてて好きな商品だったりとか、そうそうそう、好きなものを僕こういう風に歯を磨いてますよっていう、そうっていうのがなんかまあ意外とあれは好評がすごく多かったの、ね、何万いいねとかでバットはすごい少なくて、うん、あ、意外と受け入れられたよかったって、まあ、俺正直結構叩かれるんじゃないかなと思って、うん、でも結構知らなかったとか、なんかそういう感じのコメントもいっぱい来てた。で結構歯医者さんとかからすごいこれ本当にためになりますんでみたいなんで、なんか何件かはね、歯医者で流していいですかみたいなのが来て、ほんまに、うん、歯医者で流したとか言って、マジで、そうそうそう、それはすごいな、だからそのくらいすごいありがとうございますって思ってて、まああくまでもね、まあ、全員が全員っていうことではないんやけども、まあただその時にやっぱりずっとモヤモヤが残ってるのは、うん、やっぱ外国人の大衆問題はさておきっていう感じで撮ったことについてちょっとなっていうのが自分の中ではあるのね。でそれをふとね、この間ちょっと思い出したのよ。ありがたいことにテレビとかちょっと出させてもらってることもあって、まあ少し前にこうテレビ出させてもらった時に、まああえてね、どの番組で誰かとかは言わへんねんけど、まあこうひな壇みたいなとこに座ってて、まあ、自分のこっち側が外国の方やからね、でまあこれも外国で、でこっちが日本の方やから、日本の可愛い女の子だからね、で可愛い女の子と、まあイケメンの白人の男性、その時に番組で何も話すことができなかったのね。その理由は、もう俺はトークとか話とかそれどころではないぐらい、とんでもなくこの方のおいにがきつきだった。本当に。ものすっごいね、なんか、嗅いだことのないような、なんか、俺顔に出るやんか、うん、そういうの、もうすぐに。もう顔っていうか、もう鼻が動いてるやんって。俺鼻でかいから動くんか分からへんけどな。で、一番何が嫌やったかって、まあ匂いがきついっていうのはまだまあいいとしてます。そういうね、やっぱ緊張とかしてすごい汗とかかいたりとかするやろうし、まあまあまあ、うん、やっぱ普通ではない時にまああって、まあそういうのはまあありえると思うからいいんやけども、このおいにが、この俺を通して、この若い女の子のところに通勤していくのが、俺はちょっと、嫌やったね。俺ちゃうぞ。そう、俺からこっちやのに、ピュアってきた匂いがこっちに行ったら、こっちはなんかってなって、やっぱり外国の、しかもこっちはイケメンやねんか。ちょっと、どういうことやねん。多分俺が疑われんねん、その場合。イケメンやから、そう。イケメンの方がなんか疑われへんやん、そういうの。あ、ちょっとだって雰囲気を崩したくないなっていうので、うん、やっぱこいつみたいな、この人にしようみたいな、なるから、ほんまそれだけは嫌で、俺は番組が収録されてる間ずっと鼻息で何払ってたの。ちょっとでもあっちに行けと、あ、こっちに乗らない、こっちに行くなと、あ、その女の子に勘違いされるから、そう、てかそれさ、もっと
匂いが行かないようにしてるみたいな。で結局なんかその子がチラッとこっち見て外国人くさみたいな顔がやっぱされたから、うん、やっぱ結局俺は負けたんよな。ただもうそれでももう俺はなんかそればっかりに気を取られて何の結果も残すこともなく、もうそのもうそれどころじゃなかったんや。もうこいつやり、こいつはな、じゃあいい感じでな、喋ってな、ほんで笑いとか取ってな、もうお前のせいで俺笑い取れるのにさ、何にも話もできひんのにさ、こいつはもうできやがったん、全然。それで匂いのせいで実績が残せなかったのか。そう、だからそれの時にふと、うん、あ、でもやっぱり外国の方ってなんか匂いきつい方多いなって。俺らもさ、臭いかな、臭いかな。あれちゃんからはいつも香水の匂いしかせん、なんかもう香水のマニアで、もうずっと香水香水って、まあ、そんなきつい感じでもないけど、香水のあれもでもまあなんかあんまりそういう匂いは感じたことはない。まあ、でももしかしたら外国人が感じる匂いと日本人が感じる匂い違うんかもな、ちょっと。もしかしたら俺今臭くなかった、脇がじゃなかった匂いでみたいな。じゃあ何、脇がではないってこと。脇がじゃない。で、アレちゃんも俺はそうは感じにいいけど、ここではもしかしたら分からへんかも分からへんです。外国人特有のその匂いは臭いと思わへんみたいな可能性もある。でもこいつは俺の隣に座ってたやつは確実にほんまもに臭かったわけよ。まあほんま、まあその女の子がねちょっとなってたんやったら、うん、でも俺最近な気づいたんやけど、うん、気づいたんや。まあ俺多分今んとこね、まあ、分からへんよ、うん、そんなことないしってブラスめっちゃ臭いしって言うかも分からへんけど、でも言われたことはないのよ、日本でずっと生活してて、うん、違うんじゃないかなと思ってはいるんやけど、もしも俺が違うんやとしたら、外国人の人とかがみんなさ、こう脇が脇がって言われる世の中で違うんやとしたら、俺やっぱり牛乳が嫌いなのが原因なんじゃないかと思ってる。ミルクのおかげで牛乳が嫌いやねん。乳製品が NG、 赤ちゃんの時からおっぱいを飲まなかったから、もうそこからほぼやった。牛乳食べない、チーズ絶対食べない、チーズは、チーズ食べない、まあ、生クリームは食べれるけど、そんな生クリームは食べる機会ないし、ない、うん、だから俺生きててあんまり乳製品を取ることがないっていうのが原因な気がして。あ、でも自分もちょっと考えたら、あの飲んでないかも。そうだから日本に住んでたらあんまり言うて乳製品食べへんねん、ロシアほど。ロシアとか、まあ、他の国の人ほどはもうほんま乳製品だよりや浴びるように牛乳飲んでる気がするねんな、うん、なんかね田舎とかに帰るとさ、羊の乳製品とか結構摂取してる人がいっぱいいて、すごいね羊の匂いがするの、その人たちは。もうその人からあの獣の匂いがすんの、もう、なんかね、どっかで見たことあんねん、チーズ食べる女は臭いみたいな、なんかの記事で読んだ、ヤフーニュースかなんかで。いやでも、だからあのほんまに失礼かもしんないけど、食べ過ぎちゃうと、うん、あのおまんま臭くなるらしいんだって。そう、チーズはなんか臭い、最悪言うてた言うてました、それなんかね、まんまがすげえチーズっぽい匂いする。そう、だからもう絶対そうやでって俺は思う。でもほんまになんか遺伝的にもうほんまにっていう人おるけど、やっぱな、食べ物気を使ってたり、なんかこのあとお風呂文化、シャワーじゃあ俺あかんなと思ったね。なんかシャワーばっかり浴びてる時期があったねんな、ずっとお風呂じゃなくてシャワーでいいやんと思ってやってたけど、その時に初めて俺めっちゃ汗かくねんな、代謝が多分いいんかしら、うん、汗めっちゃかくねん。でその時に俺初めてここのとこが塩になったねん。塩もう乾燥して塩分みたいになって、塩みたいな、どんだけになったねん、そんだけ塩分が吸ってたの、乾いてやばっ、海じゃん、絶対臭いやんか、そんな。だからその時に俺はお風呂にもう一回入るようになったら、お風呂に入った瞬間最初ぬねっとした汗が出てきたので、何日間か入ってこの発汗、汗を出すっていうのを続けてるうちにサラ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 していく汗になった。油って汗じゃなくて、油がほんまにないサラサラした汗になっていったっていう。ってやっぱお風呂やと思うねんな、それもめっちゃ大事だと思う。お風呂帰らへんから、そのシャワーだけっていうのが臭い要因な気がする。なんかね、自分もそのもうね、もう多分3年ぐらい、その3年以上ぐらいその
風呂に浸かるんだけど、うん、なんかずっと使ってたりするとシャワーだけではもう満足できなくなってくるねんな、うん、もう使ってもう汗をかいたりとか、まあ、ぼーっとしたりちょっとなんか読書するでもなんでもいいやんか、うん、そしたらなんかすごい綺麗になってき感じがするっていうか、なんか肌がキュッキュするっていうか、うん、出た後のさ、遺伝遺伝ってな言うけど遺伝だけじゃないはず、なぜかっていうと、うん、ロシアに住んでるアジアの日本人と全く同じような見た目の人たち、うんうん、人種ロシアって多民族国家やから、うん、もう臭いもん。まあでもロシアとかだけじゃなくさ、海外の人ってさお風呂入らない文化はめっちゃあるね。で今も入るって言うけど、やっぱりでもロシアでは寒い時期とかってさ、うん、超寒いから田舎の方は電気止められたりもあるし、あとなんかロシアはな水道がな日本とちゃうねん。日本の水道って水が通ってるやんか。で水をこうボイラーかなんかで家で沸かして、なんかこうガスで温めて出してるやんか。そんなんじゃない。ロシアは冷たい水と熱い水って2つパイプが通ってて、支払いも水道代じゃないの、冷水代と温水代みたいなんでこう分かれて、温水の部分とこう合わせてこうするって感じだから、もうパイプが凍ってまうからな外で、それで水がいかんくなってまうから、なんかよく確かになんかやってるね。で1年に1回必ずなんか3日ぐらい水止まんねん、なんかこのパイプの入れ替えかなんか夏用と冬用で、その間みんな臭くないから。俺はその時期にたまたまロシアに行ったことがあって、もうどうしようもなくてムカつきすぎて、こんなタライみたいな、こんな大きいタライにあれに水を入れて、それをガスで沸かして、あれ普通の水と一緒にこうやって頑張って、そうそう、あのなんていうのコップでやる、そうそう、ま、やったことある、やったことある、やってた。めっちゃでもいいや3日ぐらい我慢しいよって言われたら、もう無理すぎて、それは俺は。でもさ、はい、俺さ最近乳製品取らへんけど筋トレを始めてさ、うん、プロテインを飲むようになったわけ。あ、まあね、プロテインは乳製品なのよ。乳製品なの。父からそうホエープロテインって言って牛乳から作られてるタンパク質やから、まあ、完全な牛乳とは違うんだけど、やっぱ乳製品だよな。でもそれを飲むようになってから、まあ、体はどうか知らんけど、おならが信じられへんぐらい臭っ。これうんこしたら見んねん、一回ちゃんとどんなうんこかなって。でこうどんなうんこ近いわ。でそのプロテインを飲むようになった時はもうなんかもうなもうふってさ出る時さうーほぐって出るやんか。そうじゃないねん、それはなポッ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 って出たねん。やめろや、ほんまにやめろや。鹿のうんこみたいな形式でこうたまにあって、でそれすっごい匂ってみたらうおってなった。だからそりゃそうだよ、今日はキノコ消化されてないなみたいな感じかよ。だからそのって乳製品なんやと思う。もうで俺めっちゃくちゃ汗かくから恐ろしいから、脇がって思われるのだけは恐ろしいから、夏場になると俺はもう脇にボトックス注射を打つ。ボトックス注射は神経毒やから、あの汗をかきなさいっていう脳みそからの指令、よく顔とかにみんな打ってこう筋肉に動きなさいっていう脳みそからの指令が届かんようにするっていう、まあ、期間的一時的なものやけどな、効果は。そう、でそれと同じことをこう脇に30針ぐらいこうプス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 って打っていって、で脇のこう汗を出すシステムに脳みそが汗を出せって言ってもいかんようになるから、もう40度50度になってももう他全身びっちょびちょやのにここだけはもうサラサラみたい。しかも1万円ぐらいでできんねんけど、まあそろそろもうさ時期的にあれやし、なんかまた最近汗めっちゃかくようになってきたから、そろそろボトックス打ちに行こうかな。デオドラント使ってないですけど、まあもし臭い場合はあの即座におっしゃっていただける。そうなの、あのそれだけ教えてほしい。臭かったら臭いと言ってほしい。あらブラちゃんを見かけたけど、ブラちゃん通った瞬間すごくあのプロテインの匂いがしましたみたいなとかさ、アレちゃんが通った瞬間になんかすげえ脇がの匂いしました、あれはやっぱり脇がでしたねみたいな方がいましたら、まああとこの動画で厳密に言うと何が伝えたかったかというとね、うん、チーズはほどほどにって言いたいわけ。まあチーズは確かに。こんなこと言ったらなんか明治さんから CM 来なくなるよ。あんたや。まあいいや、うん、だって俺牛乳嫌いだもん。もう言い張ってるからさ、もう無理だよ、牛乳の CM は無理です、無理です。え、でも牛乳の CM が来てさ、それがこんなにでもさ1000万円牛乳好きです。
段は牛乳嫌いだけど、そんな嫌いな僕でもこの牛乳だけは抑えて飲めます。ちょっと待って、やっぱりやめて、もう信用度がなくなったわ今ので。もうあんたの信用ないわ。もう牛乳みんな飲んで背も高なるし。ダメ。いや以上現場からお送りいたします。